もう詰め込みしたらなんかこうダイジェスト版みたいになって、しかも2時間とかで、矢野さんもそうじゃないですか、常に動いて五感を使って、そしてそっから今年は国際雑穀年、世界中で雑穀にまつわるイベントが開催されています。おいしい手料理で輝く健康と生きる自信を手に入れる、未来食を提案して40年の大谷由美子です。この番組ではゲストと一緒に世界最先端グルメ雑穀料理を皆さんに紹介したいと思っています。今日のゲストは大地の再生、矢野智則さんのドキュメンタリー森人の制作者であり監督の前田節子さんです。こんにちは。こんにちは、ようこそもう本当にあのドキュメンタリーでね、見てからずっと矢野さんとは長い、本当に私がつぶつやってた頃からお互い40年同士というあれだったんだけども、そのドキュメンタリーを見た時に、この内容をこれほどにできる人って一体どういう人だろうと思ってずっとお会いしたいと思ってました。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、お招きいただきまして。で今日はね、そのためにとっておきのということで、はい、今日は雑穀でクリームスープを作りました。でここにはミルクも、はい、バターも入ってなくて、はいはい、何でできてるかは後で種明かしということで、はい、ぜひ召し上がってください。早速いただきます。いかがですか。クリーミーだけどそういうの入ってないんですね、うん、これ食材はねたった1個なんですよ。1個っていうかメイン食材1個 でこうしめじと玉ねぎ、このメイン食材を今から紹介したいと思うんだけど、雑穀なんですよね。このクリームがね、このクリーミーなもののベースが雑穀。そうなんです。泡、餅泡とかそういうのではない、そう、そうなんですよじゃあ一体これね、粉で作る、雑穀の粉で作るんですけど、唯一日本生まれ、日本発祥、縄文頃に日本も食べてた日本発祥の雑穀じゃないかと言われている、冷えっていう雑穀の粉をただ煮ると、このようなものになっちゃう。粉にした冷えをただ煮るとこのようなとろみのついたクリームができちゃう。あ、でもこのクリーミーな感じって結構こうヴィーガンの人がグラタン作る時とかは豆乳にしたりとか、そうそうそう、だいたい豆乳ですよね。そう、でもやっぱり豆乳ってね、結構消化、大豆って消化が悪いんですよ。それで味噌に私たちの祖先は偉くてですね、こう消化が悪くて、あともう一つはすごく冷えるんですね体が、だから大豆をそんなにパカパカその食べたら消化も悪いし冷えてしまうので、でもすごくたくさん取れるじゃないですか大豆、そして大豆を栽培すると根粒菌って言って基礎固定してくれるから、はいはい、土地がすごく良くなるんだよね、それでじゃあどうしたらこの、ね、たくさん取れてこんなに役に立つ大豆を食べられるかっていうので味噌ができたんですよ、だから味噌は一つはほら、こう冷える力を塩でがっちり、あと保存もできて、はいはい、でさらに微生物くん、麹菌くんが食べてくれるから、要するに外で消化してくれてる。あ、なるほど、胃の中じゃなくて外で消化してくれているので、同じ大豆食べるなら味噌で食べるのが一番最高の技術なんですよね。なるほど、すごいですね、だからたまに煮豆食べたりとか、ね、納豆食べたりとかそういうのがいいんだけど、きな粉食べたり、でも食べ過ぎ、やっぱご飯ほど食べると体はちょっと拒否しますよね。なるほど、私も最初の頃、本当にこう胃が丈夫だったから最初の子供の時なんかでも1日1リットル牛乳飲んでみたいな感じで、よくある飲料水みたいなのは嫌いだったけど、なんか牛乳はなんか体にいいと思い込んですごい飲んでたんですね。でそれがなんか、いけないって言われた時に、あ、じゃあ豆乳なのかって言って、結構豆乳を、牛乳を豆乳って変える人多いと思うんだけど、それがね、あ、途中で分かったんで、あ、豆乳じゃないんだなっていうので、だから最初の頃はクリームね、こう、バターとかこう使わないでクリーム作るのには豆乳、牛乳って思ったんだけど、なんかあれ、冷えで煮てみたら、あれ、このままいいんじゃないみたいな、本当にこのまま何もしなくてももう十分ミルク、もう本当畑のミルクって呼んでるんですけど、いかがですか。美味しいです、わ、すごい嬉しいです、全然食べたら、あの、冷えですか、冷えがこんな風に。で調味料がね、これは菜種油少しと塩だけなんですよ、塩がそのスープ、いわゆるスープのこうベースとなるようなエキスというかこう出汁みたいなものも使ってないし、そう、動物性タンパクも一切使ってないという、入ってなくて、ミルクも入ってないし、バターも入ってないけど、コクもあって、
もともと満足感があるんですね。穀物自体にすごい適切な油分とか植物性の、そういうこと、あとこうでんぷん性のうまみとか入ってるから、はい、もう塩がそれを引き出す、うん、本当に塩と穀物と、私は何しろある時に塩と穀物と水で人間生きていけるって聞いた時にじゃあ私がちっちゃい頃 あのご飯のちゃぶ台の上のご飯とたくあんと味噌汁だよって言われて、うん、うちはなんで卵焼きないのみたいに言ってた頃、あれ正しかったんだって知るまでに随分ね、30ぐらいまでは全く知らずに現代グルメとか言って追いかけてたので、うんうんうん、現代グルメの時代があったんですね。何しろ食いしん坊で甘いものも大好きでだけど、まあ、本当に田舎育ちの母親だったから、うん、小さい頃の食事はやっぱり、ね、おじいちゃんが送ってくれた山のようなたくあんとか、あとおひたしとか、うん、そういうあとご飯味噌汁で、はい、ちょっとのおかずみたいな感じだったから、まあ、憧れですよね。なんか、うん、突然そうじゃない家では誰も作らない知らない、うん、近所の人も知らない料理が雑誌でどんどん出てくるじゃないですか、テレビとか、はいはいはい、あ、なんだろう、ああいうのを知ってるのが素晴らしいのかなと思って、まあ、どんどんやっていきながらも、はいはい、なんかですごいあの頃ってそうすると健康になるってどんどん言われてたじゃないですか、うん、それがなんか周り見ていくとあれなんかあまり健康になってなさそうだなみたいな現実も現れた頃にある時30歳の時に雑穀っていうのを知って、はい、でそれとともになんか本当の食生活って日本人ってこんなんじゃなかったよっていうのを教わって、うんうんうん、はいはい、最初はびっくりしたんですけど、でもなんかこんなに美味しい穀物がいなくなっちゃうってなんだろうと思いながら、うんうんうん、まあ、まずはじゃあ何しろ食いしん坊だからこっちの方が美味しかったんですよ、うん、何この美味しさ何この美味しさって、うん、でこの美味しさを捨てちゃった日本人って何かななんていうことで、まあ、すごいしっかり食べいただきました。いやいやいや大丈夫いただきました。嬉しいです。すごいなんていうのかな、雑穀って本当に地味だけれどやっぱりすごくなんかこう大地を、うんうん、大地を耕す力というか大地の一番のエネルギーをもらって、やっぱり一番生命力がたくましいから高いんですよ。あとあの太陽の熱をね、うん、すごい引きつけるっていうか太陽の熱を引きつける力がすごい強いんですね、はい、あの鳥飼ってたので、うんうん、あの雑穀あ げ,、うんうん、げてあのアワホとか大好きでインコが食べてたりとか、ね、だからあのこう雑穀って雑穀食べるじゃないですか、あの、オカメインコ飼ってたんですけど、うんうん、だいたい4種類の雑穀が、うんうん、あのメインのご飯だからだ、ね、自分で皮を剥いて食べるわけですよ。でアワホなんかもこうぶら下げてるとついて大好きで、あ、そうなんだ、うん、そういえば近くに鳥飼ってる人いたけど、あれが雑穀って鳥の餌としか見れてないからそれが雑穀なんて雑穀ですよ、だから なかったですね。そうだったんですね、うんうん、そう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 、でこれがね冷えの、これ冷えなんですか。そうですよ、ぐーっと高いこう感じで、泡かと思った、こういう形なんですね。あの泡はねもっと丸いまろやかでヒューッとこうなってるんですけど、冷えはねツーンとこう上に行ってヒュッとこうちょっと貴婦人みたいに元気でしょ、うんうんうん、そうこのこれがねなんと粒がすっごい量の粒がね、うんうん、あるんだけど、はいはいはい、こんな風に、はい、馴染みがあります。でこれも、うん、これだけでもね炊いたら、うん、もう本当にこう、うんうん、オフホワイトのミルクご飯みたいな感じですごく美味しいんだけど、うんうん、ある時それを粉にしてみたのね、うん、でこんな風にちょっとほら見て真っ白でしょ、これが真っ白になる、そうなの、あの中のでんぷんがこんな綺麗な白くなって、でこれを水に入れて火にかけると数分後になんとクリームソースになっちゃう の, あの数分でいいんですね。そうそう、もう本当に強火で、よく溶かしてから強火でこうやってるでしょ、はいはい、とも本当にトロ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 してきて、であとはそこにどんな味入れるかだけなんだけど、ただその途中で塩入れる、なぜか不思議なんだけど途中で塩入れると絶対ずっとダラダラなの、塩はもう最後、そうだからもうとろみがついて急激にこの 下に来るようなこのとろみができてから塩を入れるっていうのが、そうするともう本当にこんなクリーム、だからどんなクリームソースもこれがあればできちゃうんですよ。それはいろんな雑穀あるけどこの冷えだけなんですか。そう、基本的には他でもできるけど、このクリームのようになる味、うん、白いこのミルクのような味を持っているのは冷えだけ、日本ね、だからこれ聞くとおっぱいって思えませんか。なるほど、結局ミルクですよね。そうですね、そうですね、よくだから田んぼに入ってきてこういわゆるこう稲作の中の稲に混ざって冷えがあるとすごい嫌われて、あ、そうそう、あれはでも違うんですよね、まだ違うんだ、そうそうそう、あの冷えは、うん、あの冷えはまた違うんですか。そうそう、あの例えば泡でも猫じゃらしが祖先とか言ってるけど、うん、やっぱりね、はいはいはい、食べるように出たものとそれは一つの宇宙的な仕組みの中で別々に出てる感じですよ、うんうん、それが進化したわけじゃないみたい、うん、やっぱり雑穀っていうのはやっぱり穀物は人間用に人間と共に生まれているので、うん、
じゃないと例えば、ね、パンダが笹のとか笹の軸食べるじゃないですか、うんうんうん、でもパンダがいたら笹もないと絶対生きていけないってことはある時気がついたんですよ。パンダと笹もしどっちが先に生まれたかって言われたら、はいはいはい、笹ですよね。だって笹がないとこに生まれたらパンダ生きていけないわけだから。ってことは人間がいるってことは、うん、で世界中の人が穀物主にしてるってことは、うん、人間と同時かまたはそれより前に穀物があったはずなんですよね、うんうん、前でしょうね。ですよね、うん、だからそれをまあちょっと改良しながら、そうそう、それをちょっとずつ、だからそれと似ている勝手な野生のヒエとかハバとかは、うん、あの猫じゃらしとかはなんか違うものみたい、うん、系統が、ちょっとだからもう本当に野生のものとちゃんと食べるために育てられるものっていうのは別に生まれたんじゃないかなって、うん、最初から、だからお米もそうですけど、うん、もうまあ、あの途中で食べやすいように人間がちょっとずつ改良はしてた、ちょっとずつね、そうそう、それでこうたわわより良いものに、うん、でも食の系統できたのかなと思ってて、でもそんなことがね、私ずっと生まれて なんていうのかな、なんかこう世の中を見ていくと子供、あっけらとした子供であった部分と、なんか なんでここに生まれてきたのかなとかね、なんで死んじゃうのに、自分のゴールが死という、自分がいなくなるこの世界で一体なんで生きてんのかなとか、そんなことを思う人で、だから知りたかったんですよね、私たちどっから来て何で、はいはい、何のためにここにいるのかってすごい知りたかったけど、はい、何を見てもどこに聞いても、昔はインターネットもないし、はいはい、全然誰も教えてくれない、そんなこと考えなくていいんだよとか言われてですね、はいはい、でもそれが雑穀と一緒にいる時に、あ、なんかもう縄文以前からずっと食べられてきたソウルフードっていうのが、うん、あるんだとしたら、それがなんかたったその数十年で消えた歴史をたどっていったら、うん、なんか私が知りたかった、うん、あと食べるものって命じゃないですか、うん、はいはい、この命をつなげるものの本当のことを知りたいっていう気持ちがムクムクと雑穀と出会ってから思って、うん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 、それで最初は何から手つけていいか分かんないけど、まずはみんなが知らないこの子たち、こんなに美味しいんだよ、こんなに美味しいんだよっていうことを、私結構その前ヒット商品を作ってる企画デザイン会社をなんと26歳で始めめてですね、会社3年やってから、はい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 、まあ、お勤めは合わないっていうことで、はい、あのそれをやってですね、はい、そして割とヒット売れる、うん、同じコストかけて同じなのにデザイン力だけで100倍売れるようなものを作ってたので、うん、もしかしたら私だったらこの、ね、みんながもう忘れているこの雑穀のこの美味しさと魅力をなんかみんなに知らせるって役なのかなと思って、はい、で両でそれまでの企画を、なんか企業のための企画じゃなくて、じゃあ自分たちの会社の実習プロジェクトとしてから雑穀を社会に魅力を広めるという、で何しろ美味しいから料理作る作る作る、そして料理教室するとか、全然会社の規模としては何も合わない、こうね、本当にこんなことやってらちが明くのみたいな仕事を始めたんですよね、30歳のこの時に。でそれでだんだん雑穀のことをして、でもあれですよね、こう嘘がないっていうか、自分がすごくいいと思ったものをやる、そしてそれをあの仕事にしていくことがこの地球全体にとっていいことだっていうところでこう揺るぎがないですよね。すぐ行けるっていうか、そう なんか分かんない、最初は別に私料理家になりたいわけでもないし、ね、別にあれおかしいな、雑穀畑やりたいわけでもないし、うん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 、なんで私が雑穀係で、うんうん、なんで私が料理係になっちゃったのかなと思ったけど、うんうんうん、これでもなんか私が知りたい知りたいって言ったことを教えてくれるために来たのかもしれないと思って、うんうん、じゃあ真面目にひたすらやってみようっていうことで、でもう、まあ、生まれてきちゃったなんかプロジェクト、どんなか分かんない、見えもしないけど、このプロジェクトを掘り出しちゃうわけにいかないから、うんうんうん、とことん育てようみたいな、どんな子になるか育てようと思ったら、最初はもう30年早い仕事引き受けちゃったみたいな、こう、これって30年早い仕事だとか思いながら、あのでも楽しくて美味しかったので、こんな風に、ね、みんな知らないじゃないですか、こんな日本の伝統のこの粉があれば、牛乳もいらなくてバターもいらなくてコンソメもいらなくてこんな美味しい、これってすごい財産ですよね、そうですね、もう伝えるだけで、だからそういうことを知らないってもったいない、知らせたいっていうのがね一番強いんですよ。だからもうそのために、ね、慣れない料理教室やってみたりしてきたんですけど、でもこんなにパクパク食べてもらって嬉しい、はい、嬉しいです。でね、あ、節子さんでいいですか、はい、ね、節子さんも、ね、こうちょっとお伺いしたら40歳ぐらいまではもう現代社会で、はいはいはい、でそれが
今や矢野さんのドキュメンタリーも作ったり、うん、でもそのそこまで行く今もうみんな本当に急に目覚め始めてる人結構多いと思うんですよ、うん、なんか今までと違う、うん、なんかおかしい、私はみんなと話が合わない、もっと違う暮らしみたいに思った人が、うん、でも変えられないとか、うん、でも現実はと思う中で、うん、こうポーンとこうやって突然、うん、こうヒットドキュメンタリーを作り、今やねもうすぐフランスも行かれるんですよね。すごいです。英語版、英語字幕もでき、英語版ができ、フランス語版もでき、あフランス語版もできたんです。フランス語版はもうつけたいですって言ってフランスで上映したいですって方が思い一つでつけてくださった。あのフランス語字幕がつくものでフランスの上映はしてもらう。そうなんですね、はい、だからどんどんそうやって味方が勝手に現れるっていうか、まあそうですよね、うん、これがてなんていうか本当に選ばれた仕事っていうのが感じ、なんていうのかな、別にこう映画監督になりたかったわけではないとか、まあ、憧れはもちろん、うん、あの子供の頃にありましたけど、うんうん、それよりは今由美子さんおっしゃったみたいに、うん、こう自分が仕事だって思うことと好きなことと、こう世の中をこう汚さないというか嘘がない、うんうん、あの それがなんかこうスッと筋が通ってることって自分にとってすごくいいっていうか、やっぱりどこかであの会社勤めをしていた頃は会社はとても自由でいい会社ではあったけれども、うんうん、どっかにこうちょっとやっぱりちょっと囲いというか檻のようなことを感じると、何か感覚的にね、私もそうだった。3年もう2年9ヶ月で無理、この早いです、通勤は私も結構早く、いや3年かな、待ってさ、あの持って3年かなと思ってたけど、結局3年のタイミングで、まあ、あのこうグループ内で別の会社に行ったことで、楽しい仕事こっちの方がまだ自分に合ってる、すごいもともとやりたかった編集の仕事、雑誌作る仕事だったから、でそこでまあ10年ぐらいやって、うんうんうん、だけど、まあ、私はでも14年半は頑張ったので、でもそれにしても世の中の人もっと頑張ってますから、そうですよね、それにしてもそうなんですけどね、その編集、うん、そうだからその編集力があったから、この矢野さんの仕事、この大地の再生っていうスケールの大きい、でも現実はすごく地味で着実なその仕事を、あそこまでのドキュメンタリーにねした人、本当にねもう見ただけで人が、あーって矢野さん、その矢野さんとその仕事を何か惹かれるものとして受け入れるっていう、すごいパワーを持った映像を作られたので、もうびっくりだったんですけど、いやいや、ありがとうございます。でも、まあ、試行錯誤の末、本当に皆さんにダメ出しに次ぐダメ出しをいただいたことでここに来たっていうか、その前に作ったものは本当にそう今おっしゃったようなことができてなかった。あのもう こんなにいいセリフ、矢野さんこんないいこといっぱい言ってるし、みんな出したくなっちゃう、もう全部もう詰め込みしたら、なんかこうダイジェスト版みたいになって、しかも2時間とかで、もうヘキヘキするぐらいだったと思って、多分かるけどもう入っていかないみたいな、だから本当にこうそぎ落としてそぎ落として、このスープももうおい塩、本当にそう、そぎ落としたんですよ、塩でいいっていうか、そうそう、多分最初にいろいろこうね入れられたかもしれないけど、そうそうそう、あもう塩でいいんだっていう、そこまで行き着くためにはもうその落とすのって結構怖いし、そうなんですよね、ついあれも加えた方がいいって、やっぱり現代社会もそうだけど、うんうんうん、ないよりあった方がいいっていうので、こう隙間を埋めるようにいろんな商品が開発されていっぱいあって、選ぶのが大変って、選ぶ時間もかかる中で、うんうん、もうこれ一番いいから、これシンプルだけどこれよっていう方がスッと入るし、そうなんですよね、だからそこのあと続くしね、そう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 、いろんなものが必要だとなかなか料理って、うんうんうん、特に毎日の家庭の料理は続かないし、うんうん、だからそう、うん、私の料理はよく料理前の料理って呼んでいて、うん、本当瞬間芸のように、うん、火も使わず混ぜるだけとかね、うん、あともう一個の食材だけでメインディッシュになるとか、うん、そういう本当にびっくりぐらいそぎ落とすっていうか、うん、もうだから今の逆に時間もなくて、うん、すごい複雑な社会に住んでいる現代の人の役に立てるなとか、うん、あと一人暮らしとかね、うん、本当に一個の食材でよければ、うん、一人暮らしでね、いくつもの食材がいると、うん、作った容量よりあまりの方が多くなっちゃうわけで、うんうんうん、そういう意味でそぎ落としのね、こう、うんうん、料理をずっとやってたから、こうやってお会いできて、うんうん、でもまあ素材がちゃんと本物だからこそそぎ落とすことができるわけですからね、うん、でその中でも日本人がほらご飯食べようって言って、うん、飯だぞって言って、でご飯とか飯の意味ってある時考えた時に、うんうん、ご飯って炊いた穀物のことですよね、飯も、うんうん、炊いた穀物の名前をご飯食べようって言って食事をする、うんうん、だから食事の名前がご飯で、うんうん、炊いた穀物の名前がご飯っていうのをふと思い出した、うん、このいろいろした、あご飯主食で、主食ってずっと言ってたのに、うんうんうん、あ主食にご飯食べなかったら、うん、でもそれもね、ちゃんともう、うん、
もともとのソウルフードのような土地外のエネルギーを持ったようなご飯食べなかったら、うん、あダメなんだってことがね、うん、本当に分かった。だって私たちの頃、うん、どうだろう、私たちの頃はもうご飯には栄養がない、エンプティーフード、うん、もう空っぽ、栄養空っぽで澱粉の塊だから、うん、なるべくご飯は少なくして、うん、でおかずいっぱい食べなさいって教育を学校でもどこでも新聞でもされて、 あとはダイエットの敵とか言われて、食べれば太るだけとか、で澱粉類は少し、なるべくパンもちょっと何もちょっとにしておかずいっぱい食べると健康になるみたいな価値観でもらっていたから、だからちっちゃい頃のうちのご飯は ご飯とこう味噌汁と、あれは貧しかった貧しかったって言われるから、あそれはまずでも多くの人それあると思うんですよ。でそれが貧しいと思って一生懸命ハンバーグ作ってみたり、あれ作ってみたり、ね、自分じゃ手に負えないからなんか買ってみたり、外食してみたりって感じで、だからどんどんね料理手に負えない人が増えてる、料理できない、苦手、嫌い、大変、ご飯観光だって考えるの嫌だっていう、なんつうんだろう、食べること食いしん坊でもないのに食べることばっかりをこう考えちゃう、どうしたらいいのか、今日の献立どうしたらいいのか、あるいはなんかあれが体に悪いって言ってるけどどうしたらいいのかっていうようなことで、今の人はなんか頭からずっといいにつけ悪いにつけ食べることが頭でも占めていて、なんかせっかくの人生を楽しめないなって、私はこのつぶつぶにあって今言ったご飯、あご飯だよね、ご飯、食事もご飯、あご飯でいいんだ、9割ご飯、あ歴史見たら9割ご飯で食べてきたじゃないってことを思い出した途端に楽ちんになっちゃって、そうですよね、ご飯とりあえず炊けばなんとかなりますからね。そうそうそう、で日本って素晴らしくて、あの素晴らしい炊飯ジャーとかあるわけじゃないですか、もう世界的なヒット商品である炊飯器っていうのがあってですね、とピョンとやって保温しとけば、あとはねちょっとお汁作ったりしておかずちょこっとあれば生きていける、で漬物とか悪くなる、これこそが本当のパワーフードだってことを知った時に、あ、ずいぶん間違えてきちゃったな、あこれ全部どうやったらこれ元に本当に戻せるのかと思って、改めてこう食、本当の食で、その日本の食生活全集っていうのがちょうど出ていて、素晴らしい仕事で、その日本中の都道府県の各地の4カ所、気候によって4カ所に分けて、で1年間何食べてきたか、いつ庭に何植えていたか、行事の時何食べたかみたいなことが全部、今生きてれば150歳みたいな人の、ね、たちを随分昔に気が利して作ったっていう素晴らしい本があるんですよ。今48都道府県プラス作品が出てて、それ無料で見れるんですよ今インターネットで。私それをね、もう右から左からどの県、あらゆる県をね、ひたすらその頃10冊まだ10巻ぐらいしかなかったんで、それを見てひたすら、これが本当の日本の食事、あこういう技術だ、これっていうのをずっともう楽しくて嬉しくて、でそんな中から、でも現代の人にね、そう言ってもやっぱり冷えがゆだよとか言ってもなかなかあれなので、あのクリームシチューだよとねえ、だってなんか同じものをこう今の人に翻訳、私翻訳者なんだなって、本質的な食べ物を本質は崩さずに、見た目というか呼び名とこうテイストを今風に直すっていう、あ翻訳者なんだって思って、でもね節子さんもそうですよね、その矢野さんの素晴らしいこう力を映像だからずっとやっぱり14年編集やってきたっていうのはこれをやるためですよね。いや今思うとなんとも、でもまあその矢野さんにこう出会う前に、その本当に料理のところで辰巳よし子さんっていう方とのまあ出会いが私にとってはやっぱり人生の一つの大きな転機で、辰巳よし子さんと出会ったことが矢野さんと出会った時に、あ本当に同じことを言ってるし、この人たちがおっしゃってることは本当のことだっていうふうに確信したので、一緒だったね料理、あのもうなんかそのあの辰巳よし子さんはとっても手をかけた料理を作る方なんですけど、手をかけてって言ったって何にかけるかって人ごしらえにかける、あのだからいろんなものを加えるわけではなくて、もう丁寧に丁寧に素材を扱って、筋の通ったものを丁寧に作るっていう、きちんとこうきちんと大きさもきちんと刻んで、時間をかけてこう蒸らし炒めをしてスープを作るとか、辰巳さんの料理を連載をずっと4年も続けて、さらに本人までリンカランっていう雑誌で4年半続けて、でそこで本当にいろんな日々、あなんていうんですかね、もう料理に限らないわきまえごととか、あのいっぱい教わって、でまあその辰巳先生がおっしゃってたのが、手足を使って五感を使って
考えること、だから全部が教えてくれる、ご自分が作ったものを食べた時にそれの自分がやったことがどうだったのかを全部味が教えてくれるって、その五感を働かせることが一番って、あと手足動く、だからただ単に机上でこうやって考えててももうそんなものは使い物にならないって、そっくりなんですよ矢野さんと、ね、矢野さんもそうじゃないですか、常に動いて五感を使って、そしてそっからこう自分の中で哲学を、あれは哲学だと思うんですけど、うん、それをみんなに伝えるっていうのが、うん、でも本物の波動を持って活動してる人の通訳っていうか、だからちょっと今トランスレートっていうのは、そうそう、結構その人たちのことを分かりやすくこう、うん、伝えるっていう意味では、私は雑穀さんの魅力をこう料理にして、はいはい、料理のデザインでやってたけど、はいはい、すごく、そうそうそう、あ、じゃあ次回そのもうちょっと料理にそんなにねこう関わったとは知らなかったのでぜひその話も来週聞かせていただきたいので、はい、今日ありがとうございました。今日本当にごちそうさまでした。嬉しいです、その、はい、本屋こうトランスレーターとして、はい、また来週よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。